どうも広報小林です。3分で紹介する新車紹介コーナーでございます。始まりました急に始まりましたさあ、はい、というわけでロードスター時間ないですからね、はい、早く行かないと。新型です。新型ロードスター NV5RE 136馬力になります。前のやつより大体4馬力ぐらいピークパワーが上がってるという、良くなってるんです。デイライトがここについたのと、ウィンカーが LED になったりしてるらしいですね。あとレーダークルーズコントロールがついております。でもなんか見た目はあんまり変わらないんですけどね。そうですね。で、こう中にビニール小林さん取っちゃうんですかそれやってる場合じゃないですよこれやってる場合じゃないですよ。で、こうドゥドゥドゥって行きまして、これね、前バックランプ多分ここだったんですよね。はい。それがこっちに移動になってここはウインカーで、ここは反射板みたいな。へ、は、ぇ、いでもなんかこの辺はなんか一緒なんで、うちのエアロは後ろはつきそうですけど、はい、前はレーダークルーズがあるんでバンパーがちょっと難しいかなと、はい、今ノーマルですから、はい、新車もうさっき納車されたばっかりで、はい、今回はこのトラックモードっていう、あの前はこのトラクション全切りだけだったんですけど、はい、トラックモードがついてる。聞いたら最後の最後にちょっと助けてくれるそうですで、マツダコネクト、はい、この辺のナビ周りは最新のシステムになってまして、はい、携帯電話でこういうのあ、アプリがある。鍵かけたりハザードつけたりとか、なんかいろいろできるようになっております。すごい。で、あと一番の、変わったのはめちゃめちゃ見てます。アシンメトリック LSD が搭載されてまして、はい、後ろの LSD が新しくなってるらしいんですけど、ちょっと乗ってみないと分かりませんが、はい、前評判的にはすごい重量配分もいいロードスターですから、はい、これはもうチューニングにバッチリということで、あとエンジンルーム見てください。エンジンルームね、見た感じあんまり変わらないんですが、はい、これね、あの純正のこのバーがこのグレードはついてるんですけど、はい、うちもあのタワーバーやってます、はい、ちょっとねこの辺の ECU 系のね配線というかコネクタがちょっと干渉するみたいなんですよ。ちょっとだけ変わってて、なんでちょっとそこは適合をやり直す感じで、はい、ちなみにサスペンションは、サスペンションは一応確認してて、もうあの形状は一緒でつくことも確認できたので、はい、もうすでに適合出てます。そうなんです、はい。なんでそれ以外のヤクリラとか、まあ、これをデモカーにしますから、はい、ちょっと交互期待という形になりますので、はい、皆さん期待して待ってください。はい、お願いします。